那覇市の小学生の皆さん、こんにちは。私は那覇市地球温暖化対策教育協議会の会長をしています清水と申します。今日は沖縄のエネルギーと環境の今と未来について一緒に学んでいきましょう。よろしくお願いします。この写真が何か分かりますか？そうです、宇宙から見た夜の地球ですね。どこが映っているか分かりますか？そうです、日本です。そして私たちが住んでいる沖縄は、そうです、ここにありますね。中部、特に那覇の周辺が特に明るいことが分かりますね。ここでクイズです。皆さんが毎日のように使っている電気はどうやって作っているか分かりますか？風力で作る、火力で作る、太陽光で作る。答えは1、2、3番、みんな正解です。しかし主に化石燃料をたくさん燃やして電気を作っています。化石燃料とは液体の石油、固体の石炭、気体の LNG、 LNG のことを液化天然ガスとも言います。石油は主にサウジアラビアなどの中近東から、石炭と LNG はオーストラリアから輸入しています。これは令和2年度の沖縄電力の電源構成です。見てわかるようにオレンジ色の石炭が 66%、 緑色の LNG 液化天然ガスですね、これが 22%、 石油が 6% となってます。化石燃料以外にもフィット電気と再エネ電気が合わせて約 6% あることが分かります。フィット電気、再エネ電気とは風力と太陽光などの再生可能エネルギーで作った電気のことです。沖縄のエネルギー資源である太陽光と風力などで作っている電気の割合のことを沖縄の電力の自給率と言います。さらに電気だけではなく、自動車、バス、トラック、あるいはガスコンロ、ガスコンロで使われる、ガスなど、すべて、これらすべてのエネルギーを含めて考えると沖縄県のエネルギー自給率は 1% か 2% しかありません。このグラフは沖縄県と全国の発電方法のグラフです。緑色が原子力発電、ピンク色が火力発電、水色が水力発電を表しています。グラフを見ても分かる通り、沖縄県の電気はほとんど火力発電に頼っていることが分かります。このスライドは火力発電の仕組みを表したものです。まずボイラーで燃料には石炭、石油、LNG があります。これらを燃やして水を沸騰させて水蒸気を発生させます。発生させた水蒸気の力でタービンを回して、タービンにつないだ発電機で電気を作ります。それでは実際に模型実験機を通して確かめてみましょう。それでは火力発電の仕組みについて火力発電模型実験機を使って説明します。これは皆さんお家にもあるカセットコンロですけど、カセットコンロに
こういったカセットボンベと言いますけど、これは化石燃料です。でこれは火力発電で、さっき図で説明したこの、ガラスのフラスコですけども、これがボイラーに相当します。でボイラーに水が入っています。で後で実験しますけども、でこのボイラーの先には、オレンジ色のタービン、蒸気タービンと言います。でそのタービンに、発電機がつながれています。で発電機の先には LED という光るものですねがついています。それで実際実験をします。さっき言ったガスでこのボイラーの中の水を温めます。温めるとみんな理科の勉強したときに、100度で1気圧100度で沸騰して水蒸気が発生します。この湯気が水蒸気です。水蒸気でタービンを回して、タービンにつないだ発電機で電気が起こって、その電気でこの光に変えることができる。化石燃料でボイラーで水を沸騰させて水蒸気を作って、水蒸気でタービンを回して、タービンに発電機をつないで電気に変えて、その電気で光る LED ガラスができたということです。分かりましたでしょうか。先ほどの火力発電実験で火力発電の仕組みが分かりましたね。それでは火力発電所から家庭までどのようにして電気が送られてくるのかお話しします。50万ボルトという超高電圧の電気が発電所から送電線に送られて、私たちの家には100ボルトの電圧になって届いています。なぜ50万ボルトという高い電圧で電気を送るかというのは、理由として送電線の中で電気が熱に変わるのを少しでも減らすための工夫です。このように電気は供給されています。ここで2問目のクイズです。化石燃料を燃やすことで起こっている地球の大問題とは何か皆さん知ってますか。1、地球暴走化。2、地球寒冷化。3、地球温暖化。どれだと思いますか。答えは3の地球温暖化です。皆さん聞いたことありますね。続いて、3問目のクイズです。化石燃料を燃やすことで出る気体は何でしょう。1、酸素。2、二酸化炭素。3、窒素です。答えは2の二酸化炭素です。二酸化炭素のことを CO2 とも言います。地球温暖化になるとどんなことが起こるか知ってますか。例えば氷河が溶けて海面が上がります。海面が上がると沈んでしまう国もあります。沖縄の海では地球温暖化の影響で海水の温度が上がり、サンゴが白化してしまう現象も見られています。
サンゴが白化することによって海の生き物が少なくなってしまいます。地球温暖化による影響はこれだけではありません。気温の上昇、巨大台風の発生、海面上昇、異常潮位などさまざまな異常気象が起こっています。例えば台風の影響で農作物が取れなくなってしまうなど、私たちの生活にも悪影響があります。それではクイズの4問目です。先ほど電気を作るときには CO2 が発生する火力発電を主に使っていると話しましたね。では夏、みんなの家で1日に電気を使う量、すなわち CO2 を出す量が一番多い電化製品はどれでしょう。1エアコン、2冷蔵庫、3照明。正解は1のエアコンです。エアコンには大きなモーターがついていて電気をたくさん使います。したがって CO2 もたくさん出てしまいます。これは日本全体の家庭での電気消費のランキングです。これを見てみると1位がエアコン、2位が冷蔵庫、3位が照明、4位がテレビとなっています。これら上位4つの電化製品で全体の7割の電気を使っていることが分かります。電気を上手に効率よく使うことを省エネと言いますが、この省エネを日頃から心がけることで CO2 の排出量を減らすことができます。またゴミを減らすことも省エネにつながります。ゴミは焼却処分されるので、ゴミが多ければ多いほど CO2 二酸化炭素ですねが発生する原因になります。だから、ゴミを減らす、リサイクルできる資源はリサイクルに回すことがとても大切です。これは那覇市のゴミ分別表です。皆さんも正しく分別するように心がけましょう。それではみんなのお家の電化製品についてどのくらい電気を使っているか調べてみましょう。電化製品が使う電気は、実は電化製品の後ろ側になどにきちんと表示されています。そこには電化製品を動かすのに必要な電気の力を電力、ワットと言います。そして電化製品を動かし続けるのに必要な電気の量を電力量、ワットアワーと言います。ここで電力のことを普段私たちは消費電力と呼ばれています。ここで具体例を紹介します。冷蔵庫のドアを開けるとこのようなことが記載されています。この冷蔵庫の場合消費電力は124ワットです。この大型液晶テレビの場合、消費電力は185ワットです。この電気ポットの場合、消費電力は985ワットです。この炊飯器の場合は、消費電力は785ワットです。電気ポット、炊飯器など電気を熱として利用する電化製品の消費電力が他と比べて大きいことが分かりますね。
皆さんのお家の電化製品の消費電力もいろいろ調べてみてください。ここでクイズの5問目です。日本全体のエネルギー自給率、エネルギー自給率とは日本の資源で作っているエネルギーの割合のことを言います。これはどれくらいでしょうか。1、約 5%、 2、約 10%、 3、約 20%。 答えは2の約 10% です。グラフ見て分かるように、日本の自給率は実は東日本大震災の前は一番左側の数字ですけれども、自給率は 20.3% ありました。それが東日本大震災の事故で、原子力発電所が止まって、原子力発電所を作った電気を化石燃料で作ることによって自給率が低下しています。だから徐々に徐々に、まあ、いろいろ再生可能エネルギーが増えることによって徐々に増えて、一番最近の新しいデータとしては2018年、一番右端ですけれども、自給率が約 12% になっています。下にある一次エネルギーというのは石油、天然ガス、石炭、原子力、太陽光、風力などの電気などのエネルギーの元になる形態のエネルギーのことを一次エネルギーと言います。で、改めて再確認しますけれども、エネルギー自給率というのは国民生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち自国内で産出確保できる比率のことを言います。ちなみに電気は二次エネルギーということになります。ちょっと難しいかもしれませんけれども、電気は一次エネルギーではありません。ここで最後のクイズです。日本全体ではエネルギー自給率は約 10% でしたが、沖縄県のエネルギー自給率、もちろん沖縄県の資源で作っているエネルギーの割合のことですが、どれくらいでしょう。実はクイズの1問目で答えをすでに言っています。思い出してみてください。1、2%、 2、8%、 3、20%のどれでしょう。答えは1の 2% です。沖縄県で使っている電気やガスなどのエネルギー資源は約 98% を海外からの輸入に頼っています。持続可能な沖縄県を実現するためには、沖縄県内で得られるエネルギー資源をできるだけ県内で利用すること、すなわちエネルギーの地産地消を進めていく必要があります。それではエネルギーの地産地消を進め、脱炭素社会を実現するにはどうすればいいでしょう。省エネだけで実現することは難しいのですが、例えばこの写真のように二酸化炭素の出ない太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを増やすことが重要です。今、再生可能エネルギーを増やすことが重要だというふうに話しましたが、再生可能エネルギーは太陽光発電や風力発電以外にもいろいろな種類があります。水が高いところから低いところへ落ちることを利用してタービンを回して発電する水力発電、植物から作った燃料でその燃料を燃やして水蒸気を作り、タービンを回して発電するバイオエネルギー発電、バイオマス発電ともいいます。同じように地下の熱を利用して水蒸気を作り、タービンを回して発電する地熱発電などがあります。その他にも潮汐、あるいは潮汐力でもいいますけど、波力、海洋温度差などを利用した海洋エネルギー発電などがありますが、
今のところ開発途中の技術も数多くあります。日本の国土面積の広さは世界で第61位ですが、排他的経済水域 EZZ とも言いますけれども、この広さは世界で第6位という広大な海洋面積を持っています。これが日本の排他的経済水域を表した図です。沖縄県はこの部分です。沖縄県は日本有数の海洋圏であることが分かります。この沖縄県の周りの海を利用してできる再生可能エネルギーには洋上風力発電などがありますが、現在のところ沖縄にはまだありません。しかし沖縄県は四方を海に囲まれた地理的条件を生かして洋上風力発電を設置することにより電力を賄うことができます。まあ、それによって沖縄県のエネルギー自給率を高めることにつながります。しかし容易ではありません。沖縄には台風がよく来ますので、今の技術ではなかなか難しいのが現状です。これらの問題を解決するため、皆さんのような若い力で技術開発を積極的に進める必要があります。これは沖縄県にはまだありませんが、水素で動く次世代自動車が開発されています。再生可能エネルギーなどの水素です。電気で作った水素と周りの空気中の酸素を反応させて電気を作る仕組みのことを燃料電池と言いますが、この燃料電池で動く自動車のことを燃料電池自動車と言います。日本ではトヨタとかホンダでこの自動車が作られています。この仕組みで車を動かすと水だけが発生し、走っている間は地球温暖化の原因になる二酸化炭素 CO2 は出ません。水素を作るためにも電気が必要なのですが、その電気を再生可能エネルギーで作ることができれば、最初から最後まで CO2 を出さずに車を走らせることができます。皆さんは SDGs という言葉を学校で聞いたことがあると思います。2030年までに持続可能な社会を実現するために17の目標が2015年に国連で決定されました。今日の話は7番エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、9番産業と技術革新の基盤を作ろう、11番住み続けられるまちづくりを、13番気候変動に具体的な対策、これ4つの目標と特に、関連が深いです。7のエネルギーは再生可能エネルギーを増やすことによって気候変動の対策になります。で、再生可能エネルギーを利用するには、9の新しいエネルギー産業と技術革新が必要になります。で、新しい産業と技術革新が達成されることによって、いつまでも住み続けるまちづくり11ですね、那覇市、沖縄県というふうに広がっていくことができますので、ぜひみんな、CO2 を出さない新しいエネルギー産業を作る、それを担う人材になってほしいと思います。みんな発電省エネ環境についてたくさん勉強しましたね。これからも住み続けられる那覇市を実現するために一緒に頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。